こんにちは。今日から始める安心男着物、着物楽庵こだまです。今日は、袴の畳み方ということでお話をしたいと思います。前回袴を着るための、帯結びの仕方、それから袴の着装の仕方というのを前編後編に分けて、動画で撮らせていただいたアップさせていただいたんですが、今日は、その袴をですね、脱いだ後どういうふうに畳むかということについてお話したいと思います。1日こうお召しいただいて、来ましたらですね、基本的にはこの前紐と背板のところをちょっと合わせていただいて、まずは1回こうひだをね通すようにしていただいて、そしてよいしょ、ちょっとアップしてみますね。まずは、こんなんで見えますかね。よいしょ。まずは、今お話したように馬乗りですので、ひだを膝をきちっと元のこう膝と同じように、畳んでいただくことが、大事で、新しいまた折れ筋をつけちゃうとですね、袴のこう格好が変わってしまいますね。ですのでシワを伸ばすように元のひだをピタッと、そしてこれから、石畳という紐の、結び方をします。こちらは要は紐がこうぐちゃぐちゃしないっていうことと同時に、次履くときにすぐピタッとこう、溶けるようにねするためのもので、まずは前紐のこの長い紐、こちらのものを半分に折って、もう一つ半分に折って、で斜めに、でこちらも同じように半分と半分にしたもので、こんな感じで斜めにこう、クロスするようにですね。そして後ろ紐をこの交差したところに重ねていただいて、2本一緒に下から通します。そして今度こちらの紐に沿うように平行に持ってきて、やはり2本一緒に通します。そしてもう一度上に返していただいて、そして2本一緒に通しまして、でこの時なるだけ緩みがないようにピタッと、そして最後の紐を半分に折って
ここの一番最初の紐の下に通します。もう片方も同じようにやります。ちょっと、画像をアップしてみます。ちょっと手元が見えにくいのでこれで大丈夫ですかね。全く同じことなんですが、まず2本の交差したところに乗せて下から通して、そして今度こちらの上紐の方ですね、ここだけに一度通していただいて、でやはりこの時あまりね、緩みがないようにピタッと引っ張りながら、そして元通したところと同じように平行に2本一緒に通します。そして半分に折ったものをやはりこうして、でこの状態で石畳というのが完成です。そしてセイタとともに真ん中に折っていただき、下を返す。この状態で袴の畳み方としては完成です、ね。でくれぐれも、例えば小さいカバンに入れるからと脇を折るとかそういったことをすると袴の、形が変わってしまいますので、ここだけはご注意いただきたいというふうに思います。よいしょ。袴姿すごくねこう格好がいいもんなんで、どうかですね袴のこう畳み方きちっとしていただくことによって長持ちさせていただければというふうに思います。今日はですね、袴の石畳という畳み方についてお話しさせていただきました。まあ着物についてわからないこといろいろあると思いますけれども、何かありましたらまた、会社の、ホームページにお問い合わせいただいたり店頭に来ていただいたり、まあこうしたことも実際に目の前で、お教えすることは可能ですので、何かありましたら不安なこと、わからないことありましたら楽庵にお問い合わせいただければというふうに思います。今日は袴の畳み方ということに対してお話しさせていただきました。ありがとうございました。